こんばんは、レイです。今回はね、ちょっと婚活、ちょっと休憩中ということもありまして、前にね、プチオフ会というか、会談を予定していた、女性の方からですね、あるリクエストが来ました。またね、ツイッターの方で、そんなにやり取りは、ね、何人かしかしてませんけれども、この自分がデザインのね、学校を卒業して、将来的にその一部デザインを販売する、仕事をしたいと言っていたことに対してですね、本当にお前は絵がうまいのかと いうことをですね、疑われまして、せっかくですから、本当にずっとね、ペンの方は握ってなかったんですけども、ここに来て、久しぶりにちょっと、ボールペンですけども、ペンの方握ってみまして、あるキャラクターをちょっと描いてみました。サラサラっとね、描いてみました。で、3枚ほどね、描いてみましたんで、ちょっとね、ちょっとした古典という形でね、紹介していきたいと思っております。で、まずね、1匹目、1匹目とか言っちゃって、某ね、海外の、動物キャラというところで、昔ね、アニメ放送とかもやってましたけど、いまだにね、そのグッズとかも、売ってたりしますんで、ひそかな人気があるあのキャラです。何とは言いませんので、訴えられそうだな、これな。ひでえな。いいや。デザインの専門学校の人間っていうのは、変わった人間がね、結構いますからね、その感覚的に、感覚が、研ぎ澄まされた、デザイナー気質の人間たちが、いますんで、早く見せろって。慌てんなよ。まずね、一作目。ちょっとさらっと書いてみました。これ。これね。わかるかな？映ってるかな？これなんでしょう？ほら、あれだよね。喋らないキャラでね。その他、ね、主人公、ん？これ主人公じゃねえのか、これ。ね、男の子、女の子たちが、子供たちがワイワイやってる、アニメですね。こんな形で、ちょっとアバンギャルドに、攻めてる感じのね、キャラクターになりまして、生まれ変わったキャラクターみたいなね、形で、個性がね、かなり強い絵になっています。一作目はね、こんな形ですね。で、データよ。で、二作目ね。二作目が、某雲霊ピューロランドにいるキャラ、あれです。 あれですとか言って、見ればね、もう皆さん分かると思うんですよ。愛くるしいキャラクターで有名な、たまにほら出てきて踊ったり、してますね。これは特にアニメとかあんのかよくわかんないな。ほら、体重がリンゴ何個分とか、そういうプロフィールのあれですわ。あれね。で、この、なんだろうね。これから地球がね、温暖化に進み、滅亡しかけているというところですね。そのキャラもついにこんな感じになりましたみたいな形になります。ちょっとね、ゾンビチックなタッチになってますけども、そんな感じですわ。これがね、2作目というところで、なかなかその愛らしさも残しながら、激しさね、その時代の背景の激しさが伺えるというね、もう世紀末なんで、すさんだ世界に、存在した
彼です。彼なのかよくわかんないな。よくわかんないけど、うん、とりあえずそんなキャラですね。まあ、これが2作目というところで。で、3作目。これ、いいのか大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。ほら、舞浜の方にある、千葉県にあるね、某遊園地の中で踊ってるキャラクターの感じだね。でもまあまあ見ればね、わかるよね。一目瞭然っていう形で、非常に、楽しげな、ぶち切れたね、見事なキレっぷりを、表してます。もう、夢の国にね、この彼は住んでますから、もう楽しくてしょうがないと、毎日が。もう、愉快で、本当にね、もう笑って毎日過ごしているという。だけど、ちょっとたまに、社会にね、不満があるので、まあ、中指を立てているという形になりますね。そんな陽気な彼にも、影の部分がね、潜んでいるというコンセプトでデザインされてます。これね、T シャツなんかにねデザインするとね、すげえおしゃれじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあなかなかね、このセンスをね分かっていただける方はね、ちょっとねいないんじゃないかなっていうところもありますね。まあ、3枚目はちょっとあんまり押さないんですけども、やっぱり2枚目とこのね、1枚目がね、非常に、可愛らしく出来上がってます。これなんか T シャツのね、デザインにいいんじゃねえかなっていうふうに思いますね。これ街で着てたらね、絶対流行るし、婚活パーティーにこれ着てったら、まず注目の的になることは間違いないと。どこで買ったんですかって必ずね、聞かれますんで。まあその前に大丈夫ですかってなんか聞かれそうだけどね。まあね、でもね、個性的なデザインになってますんで。で、まあもっとね、激しく行く方にはね、婚活攻めたいという方は、こちらのデザイン。これ、T シャツ、こうね、シャツの下に T シャツ着て、これをね、シャツをね、ボタン止めないで前開けて、このデザインを見せるよ。婚活に行くと、これもね注目のまた的になるかもしれませんね。いやすごいデザインですねってきっと言われるんですよ。これ誰が描いた絵なんですかと言ったら、皆さんはレイ・ガハクと、答えていただいて、これ欲しい方プレゼントしますんで、欲しい方ツイッターの方に連絡いただければこれあげますんで。まあ全部欲しい方は全部って書いてもらって、まあね、1枚目がこれね。これね。で、2枚目がこれね。これ。で、3枚目がこれ。ということで、1、2、3、どれが欲しいかというのと、まあ全部欲しいという方は、まあ多分ね、皆さん全部欲しいんじゃねえかなっていうふうに思うんですよ。まあね、さらっと書いた絵ですから、まあ、もうちょっとね、本気出せば、もっとね、素晴らしいデザインがね、描けますんで、お仕事お待ちしております。お仕事の依頼お待ちしておりますっていう。まあ、先行き不安だよね、これね。まあ、真剣モードになればね、自分はちゃんとしたものをね、描いてきてます。実績はね、ちょっと実績ありますって。はんのかねえんだかよくわかんねえないね。まあまあね、いろんなね、その、絵のうまさ、下手さではなくて、この発想力というか、そういうね、クリエイティブな発想というか、何言ってんだかよくわかんなくなってきたな。まあそんな、こんなで、やっております。まあたまにはね、こんな、ね、笑える、動画もいいんじゃねえかなというふうに、思っております。それでは、皆さんごきげんよう。次の、ね、動画でまたお会いしましょう。で、また個展をね、やってほしいという方がいたら、ぜひリクエストいただければ第2弾
という形で、やっていきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。